逆になんか銀座の寿司屋は OK なのかもしれない。来ないよね。ラーメンニュース TV 貴族でございます。今日はですね、あの鎌倉に美味しいラーメン屋ではなく寿司屋があるということで、寿司屋わさびさんに来ました。なんか僕の友人によると、なんか料理にやってらっしゃる関さんという YouTuber の方がね、ここをご紹介されてたということで、ちょっと僕も楽しみに来てまいりました。それでは早速ラーメンニュース TV なんですが、今日は寿司をいただきたいと思います。ここはレッツゴー。
半分ちょうだい。ここまで動画をご覧くださって誠にありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にラーメン食べに行きましょう。高評価もよろしくお願いします。